高砂市は兵庫県の針間南東部に位置する市である。東針間県民局管轄区域の一つ。漁業、採石業、海岸部の工業地帯における各種製造業が営まれている。古い歴史を持ち、市内南部を中心に神社が多く、晩秋の秋祭りと総称される祭礼が知られる。上空から見た高砂市高砂市は針間灘に面している。かつての沿岸は、 比較的遠浅の砂浜海岸だったが、昭和時代にほぼ全域が埋め立て地として造成された。地域の大部分は過去側の川口部の西側に形成された中石平野にあり、地名の由来となっている。標高が比較的低い平坦な陸地が目立つ。一方で、地域の北西部には、ハリマアルプスと呼称される山々がそびえ、 隣接する加古川市との市境に位置する交互倉山が高砂市内の最高峰である。さらに市域内に業界岩室の岩山が点在している。これらの岩山では長年にわたって採石が続けられてきた結果山肌が大きく削られた特徴的な景観が見られる。高砂市の気候帯は瀬戸内海式気候の区分内にあり、 年間を通して比較的温暖であり、平年の降水量は少ない。空気の乾燥する時期の2011年1月24日には、高砂市の北端部の高野巣山で山火事が発生し、高五倉山方面へと延焼し、1平方キロメートルを超える山林が消失した。このような気候下において、農業用水を安定的に確保するため、 歴史的に農業用水路やため池が整備され、特に校舎は市内北西部、阿弥陀地区の農地やその跡地に数多く残存している。その反面、ひとたび台風などがもたらす、記録的大雨が降ると、標高の低さが災いし、高潮や洪水などの浸水被害に見舞われた。これを防ぐため、加古川の河道改修など、治水のための土木工事が中世から現代にかけて、 多く実施された。高砂市の南西部、ソネ地区の山麓には、縄文時代の貝塚遺跡である日笠山貝塚がある。張馬国風土器にある説話の舞台、南人浅島を現在の高砂近辺と否定する研究がある。市内各所で複数の古墳が確認されており、市内の山から切り出されたものと考えられる石棺も出土している。 同室の業界岩性石管は、機内各地に流通したと見られ、奈良県の店丸山古墳や大阪府の墓山古墳でも出土している。後の氏名となる、高砂とは、砂が川口で堆積して盛り上がった状態を表す古語、高から伊佐護が喧嘩した地形を示す一般名詞であった。高砂が、加古川近辺の気候地を示す地名として確認できる。 最古の文献は827年頃に編纂された、渓谷州13巻における、大見福良三鶴による、夕継ぎ高砂裏地風貌か活巻、夕べに次ぎる高砂の保日風暴く、かつさむしで始まる、夕夜度番州高砂という大の立志である。少なくとも、平安時代までには、高砂パークと呼ばれる漁業や、物流の拠点がこの地域に成立したと考えられている。 ただし、この高砂パ泊は、現在の高砂湖町にあたる地域とは異なり、加古川を挟んだ対岸の、現在の加古川市小野江町にあった。鎌倉時代には塩田による食塩の生産が始まった。室町時代より、梶原氏が代々上司を務めた高砂湖城は、戦国時代の三木合戦の際に、別所市側の兵糧供給拠点として機能したが、 橋場秀吉によって落城させられた。なお、室町時代前期には、現在の米田の周辺に、局地的ながら甚大な被害を出した地震があったと、伝えられている。江戸時代には、海運の要衝として栄え、大正、昭和時代の建物や蔵を数多く残す。特に高砂五町には、百軒蔵跡や、木造の洋館、レンガ造りの倉庫など、江戸時代から、 昭和時代初期にかけて建造された建物や蔵が現存する。江戸時代に海運業や港湾改修などを行った倉く松江門の旧宅が一般開放されている。また、高砂穴子が有名で、景観地区には創業大正9年創業の老舗がある。現在も当時の町名が残っており、各町に町名を紹介する看板が立てられている。 姫路藩成立後、加古川流域の開発事業として、現在の高砂町にあたる地域への港の移設と区画造成が開始された。その後江戸時代を通じて、高砂は、加古川の周運をベースにした物資の集産地として、また、針真田を行き来する船の寄港地として、さらに御用像を設けた藩の拠点都市として、繁栄していった。 河川水を容易に得られる土地であり、かつ海岸付近が埋め立てに適した遠浅の地形であったことから明治維新後工場の立地が相次いだ。第二次世界大戦の頃までは軍需産業が盛んだった。戦後においては市政施行直後の1955年に市の工場誘致条例が施行され、軍需工場の払い下げ地に重化学工業及び、 食品製造業分野の工場が多く進出した。海岸は1961年から1974年にかけて、県の事業によって契約280万平方メートルにわたって埋め立てられ、ハリマ臨海工業地帯の中核の一つとして、財政的発展を遂げるに至った。しかし同時にそれは、土壌汚染なども高砂しにもたらした。 高砂郵便局前のポスト場に設置された城とバー増松は日本列島の海岸、とりわけ砂地に多く植えられてきた。また、戦死時代より本州各地で防波、防潮のために植林、増林が行われてきた形跡がある。松林と砂浜との取り合わせは美観とされてきた経緯があり、万葉集が編纂された時代には高砂は 松、尾へという語を就職する枕言葉として定着するに至った。きつ雪は、ここむ和歌集かなじょで和歌に織り込まれるテーマを多く、列挙して環境と癒しの効能を説いており、その一つとして、あいいの松が登場する。古のせいの帝、か高砂、ご、すの松もあいいのように覚え、歌を言い手図を慰めける機内では、 松や海をモチーフとした伝承が古くから広く知られていたと考えられている。世阿弥は、この伝承に取材し、能・高砂を作った。阿蘇の新館、友成が、上京途上に、高砂の裏で出会った城とバーに、高砂と海を隔てた住吉に生えた、相生の松の伝説を聞き、城とバーが、我々こそ、その松のせいであると明かし、 姿を消すという筋である。高砂や、この裏船に帆を上げて、という一節がよく知られ、現在では、日本式の結婚披露の場などで歌われることが多い。ウィキクオーと、ゼアミの項も参照。その後、工業用地の造成などにより、市内の松林と砂浜の多くが失われた。しかし、向島公園、荒井浜風公園をはじめとする、海浜公園の整備など、 王子の景観を忍ぶ努力が払われるようになった。かつての海を取り戻そうと高砂市では入り浜県運動も起きた。高砂市のマスコットキャラクター、ボックリンは松ぼっくりがモチーフである。およその地域区分は以下の通りである。ただし、小中学校区やゴミ収集などの単位は必ずしも以下に準じない。高砂市中心部周辺の空中写真。 1985年撮影の12枚を合成作成。写真の右端が過去側の川口部、写真の左端が北京山谷側の川口部、写真の下側がハリーマナダである。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。兵庫県立高砂南高校検察庁、裁判所は市内になく、検察事務は、 加古川市の加古川区検察庁、裁判は加古川市の加古川簡易裁判所の管轄である。高砂郵便局高砂郵便局及び姫路南郵便局が集配を担当している。郵便番号はそれぞれのつぼねの項目を参照。この他の市内に所在する集配業務を行わない郵便局は以下の通り。 姫路市の神戸運輸管理部姫路自動車検査登録事務所の管内であり、ナンバープレートの表記は姫路である。市外局番は市内全域が079である。しかし、単位料金区域は北浜町とそれ以外の地域で分割されている。市内に放送局、中継局はなく、テレビと FM ラジオの電波はほとんどの世帯が、 姫路市の姫路テレビ FM 中継局の受信圏内である。また、加古川市のケーブルテレビ局 BAN、BAN テレビのサービスエリア内、コミュニティ FM 局 BAN、BAN ラジオの受信圏内である。高砂海浜公園内の人工砂浜から見た日没。写真で目立つ樹木は黒松である。 市議会議員の定数は19名。兵庫県議会において、市内全域で定数1の高さ5市選挙区をなす。2010年国勢調査によれば、産業別就業者のうち、第3次産業従事者の割合が60.4%を占める。第2次産業従事者はそれに次ぐ36.6%で、うち27.9%が製造業従事者である。 2010年時点で、加古川市への通勤率は15.1%、姫路市への通勤率は14.2%である。その他高砂市には最も内陸側に JR の山陽本線が、海岸側に山陽電気鉄道本線が、その間に JR の山陽新幹線が通っている。このほか1914年から1984年に、 かけては、加古川駅から高砂町に至る国鉄高砂線が運行されていた。JR 三宮駅へは、放電駅から普通列車に乗り、隣の加古川駅で新快速に乗り換えて最速34分。阪神電気鉄道の神戸三宮駅へは、高砂駅から直通特急で最速43分。山陽新幹線の駅は、 市内になく、姫路駅か、西明石駅を利用する。上等、バス新規バスが、高電駅、高砂駅から、加西市方面などへ運行されているほか、高砂市、コミュニティバスが市内を走る。発着地や系統については、それぞれの当該項目を参照。高砂市には、東から順に、高砂港、高砂西港、伊保港、曽根港などがあるものの、 旅客船の運航はない。しかし、臨海工業地域の各工場には、業務用の岩壁があるほか、ヨットハーバーが点在する。旧朝市町浄水場排水桃石の放電、ソネ天マングルの竹割神事多くの神社で、安さの練り出しが行われる。チームかつて存在したチーム大会かつて市内に本拠があった、社会人野球チーム。 金がチ科学公式野球部でプレーした経験がある人物については当該項目参照。ありがとうございます。